存在はやっぱり相手としてはあのブロック力があるので本当に嫌だと思うんですけど、まあ、でも本人ももっと攻撃の面でこう打数も増やしていきたいっていうところはあると思うんですけど、まあ、そこで伸び伸び攻撃の面で伸び伸びできてるかって考えたらまだなのかなっていうふうに思います。はい、手出しがすごい綺麗で飛んだ後にこうグッと掴みに行くのでその分真下に落ちやすいから当たれば結構ブロックポイントになりやすいような飛び方ができてる。飛ぶ時にネットから離れてるとそうはできないし近すぎてもできなくて飛ぶネットとの距離の位置が良くてサイドのブロッカーに寄せきれてるからそういう手出しで最後にこう駆け引きしながら前に出せる。ブロックの形がすごい綺麗だなっていう。まあ、やっぱ攻撃の面ではこうセッターとの兼ね合いもあるのでまだこうドンピシャで合ってないのかなとは思いますけど、まあ、でもリーグでも出てなかったんで、はい、そこからまた試合間に持っていくっていうのは大変な中で今は頑張ってるんじゃないかなとは思います。全然、はい、分かんないです。あんまり私が現役の時の夏場まだチームに合流したてでなんか自主練をずっとやってた時に荒木もなんか一緒になんかずっとトレーニングルームいたんです。荒木とその時はいろいろ悩んでてやっぱ試合に、平山と浜松がいてなかなか出番もなくてその時は弱音とか吐いてましたけどでもそっからは特にでもやってたと思います。一緒にいる時からすごいだってぬあのゴーグルのレンズとか拭いてましたなんか脳震盪になったのかな。そうです脳震盪、はい、で、まあ、何回も当たると失明の可能性もあるんで特にミドルってこうやっぱブロックいっぱい飛びに行くから当たりやすくて、はい、まあ、やっぱりストレートに逃げちゃいますよね。ストレート側でなんかやっぱり荒木彩香と荒木絵里香さんがちょっと似ててやっぱこうブロックでの存在感がすごいあるし結構こう最後にこうやってかけたりもするん で高さもあるからインナーとかクロスに打つってなった時にこう最後かけられたら結構ドシャッとってなる。そのブロックの跳ね返りでリバウンドブロックフォローにみんな入ってますけど勢いよくやっぱ下に落ちちゃうと入ってても取れないのでってなるとそういうリスク考えたらあんま狙いたくはない。なんかミドルが遅れてきたなと思ったら逆に遅れてきて脇を狙ったりとかありますけど結構2枚びっしりつける状態ではなかなか私はでも指先狙うの苦手だったんであんまりそこは狙わないかもしれない。ストレートブロックアウトとかそっちで逃げちゃうかもしれないです。ブロック賞も取ってますからねそれだけやっぱ結果が残ってるから出る賞なので。でもあの実際にエリカさんも、まあ、名前も似てるっていうのもあるしそのブロックを、強みにしてるっていうところでも荒木彩香を応援してるっていうそのネーションズリーグ中とかも言ってたので、うん、本人多分エリカさんに言われるのが本人一番嬉しいんじゃないかなとか思いますけどね。そういう風にミドルのもうなんかレジェンドの方から言ってもらえるの多分私だったら嬉しいから。あでもトスも綺麗ですよね。あのなんか高校時代に2セッターではないんですかね。なんか聞いたことあってそれぐらいやっぱトスも丁寧で綺麗ハンドリングが綺麗なん でレシーブもできる方なんで割と器用だと思います。はい、なりますね。はい、やっぱ結果が出ることによって、ま、自分自身の自信にもなるしチームの自信にもなってで多分チームが結構こう自信に満ち溢れると見てるとそう思ってなくても勝手に自信になつながったりするし、ま、やっぱ頼もしいですよね。なんかもういろんなインタビューとかでも本人言ってますけどもう嫌われてもいいから誰にどう思われてもいいから自分が言わないと変わらないって言ってて本当にその通りで本人が
チームに対してだったり、まあ、打てなかったらセッターにもっとこうして強く打ってったり、東京オリンピックでもう代表は引退って本人は思ってたけど、またさらにパリを目指すって決めた段階でもう本人覚悟を決めてやったと思うん でそれも含めあのキャプテンも引き受けたっていうのもその覚悟は決まってのことだと思うんで、なんかその覚悟がプレーとかこう佇まいにすごい出てるなって思うので、なんか古賀がいての強さだなと思います。まあ、中良し甲子では勝てないので、そういう意味でやっぱ古賀が今までのうちこう代表で苦しんでた分、自分がそこを何ですかね背負ってチームを引っ張ってる、あの多分ロンドンの時とか竹下さんがいてすごいやっぱ厳しかったけど、そういうある程度緊張感、チームの中でも緊張感がないと、刺激じゃないと勝っていけないと思うので、そういう意味でもやっぱ古賀の存在が大きいんじゃないかなというふうに思います。韓国戦の後に話した時に、その時はトスと合ってなかったらしくって、だけど結構劣勢な場面、あ終盤3セット目の終盤古賀が2本スパイク決めたんですけど、まあ、トスと合ってないからどうしようとかじゃなくて、合ってないからもうとりあえず自分の打点を高く打つことだけを考えようぐらいのメンタルでやったって言ってたのと、あとは2022年から今の真鍋さんの代表始まったと思うんですけど、最初の2年間はもう自分がキャプテンとして引っ張らないとと思ってやってたけど、今シーズンは年上の先輩岩崎さんとか小島さんとか山岸さんとか上の人がキャプテンみたいなことをどんどんやってくれてるから、なんかサリーナ自身も任せてる部分もあるし、自分のプレーにもより集中できるようになったから、チーム力もまたグッと上がったし、自分のプレーもまたさらに良くなったっていうのは言ってたから、こう年々こう自分のやりやすいようにとか、まあ、チームがどうやったらまた成長していくかっていうのを本人も考えながらやっていけてる、っていうのは言ってましたね。サリナから結構喋ってくれて、まあ、勝った試合に勝った後っていうのもあったからだと思うんですけど、サイナの方から2つも3つもバンバンって言ってくれたんで、あの時は記者だったんですけど記者からしたら嬉しかったインタビュアーからしたら嬉しかったいや難しかったです。もうなんかライターさんとかもすごい狭い空間で、やっぱ取材も15分20分しかないっていう限られた時間だったから、すごいなんかもうみんなと戦ってたんですよ。だからその中で自分がなんか話を聞くの申し訳ないなとかって思いながら、最初なかなか行けなくて、あのそれこそ古賀選手と話した時に、自分が聞いて帰ってきたことが他の記者さんの記事になって出てたったりすると、ああよかったんだなと思って、なんかその自分逆に嬉しかったです。私は自分が聞いたことで帰ってきたことが他で記事になって使った、こういう風になったんだと思ったら、なんか良、はい、かったんだなってこう思いました。逆に、はい、新しい経験をさせてもらいました